あのね、ジョーダンのセットアップズボンなくなるどっちもあったけど、あれはなかった。あのパーカーがなかった。言えます。やっぱカップラーメンが一番落ち着くよ。家に帰って一番痩せるわ、カップラーメンが。料理配信とかもしてもいいんだけどな。作りてえ料理もないしな。作ると食べちゃうからな。エリネーからもらったやつ解凍したい気もするけど。ごめんね、ギフトくれてた人ごめんね。ありがとう。あれ、サーさん、ID サーさん、ケイちゃん、夏風さん、ありがとう。ね、料理配信とかしてもいいんだけどさ、たまには。絶対触れないで。いやさ、もう釣りなのかなと思っちゃうよね。みんな3人とも、3人ってわけじゃないけど、1人はさ、なんかちょっと3時間前に言ってくれたら遊べたのにみたいなのもそうだしさ、別に予定がないんだったら3時間後にいようが3時間前にいようがさ、いつだって遊べんじゃんとかで、2人がマイコプラズマ風邪でしょ、熱が39度。本当に風邪ひいてんかなと思っちゃう。これは何ご飯なんだろう。なんかご飯だけ置いてあるんだよ。取れないんだけど、これ取れんの、これ。すごいかわいいポーチ、かわいい。これエミリーさんがこれなんかあのエリネーから受け取ったやつだよ。嘘だろ、 B級の牛タン入ってる。怖い、これ危ない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 。鮭ほぐし最高。これ危険じゃない、これ危ない。痛い
パワー持ってかれるでこれ。大丈夫、さっきまで番にならない、危ないんだけど。すぐ番になるから。マグロのたたき、だて、これで筋子でしょ、これエリネーが言ってた筋子。マグロのたたき、牛タン2枚、最高じゃねえか。うわ、いっぱいあるマグロのたたき、最高。解凍して食べよう、これずつ解凍してこう、ちょっと怖いから。これネキに送った牛、あれだね、伊達利休の牛タン超美味しいやつ。解凍して食べよう。よいしょ。なかなか家に帰ってこなかったからね。美味しそうやろ、美味しそうやろ。ほんにありがとう。スミカ帰ってきたぞ、いつでも遊べるぞスミカ。いつでもスミカ誘ってくれ。米ある、あ、米も冷凍からチンしとこう。あ、スミカちゃん、スミカちゃん、アラブの席をスミカちゃんがいないでやってくれ。スミカ、スミカ、アラブの席、スミカ、スミカ、俺しかいないだろスミカ。今から遊ぶか、暇やねん。すみか、今から遊ぶか、どっか行くか、ご飯。当たり前やろ、今しかないですみか。冷蔵庫の向き、 あれがいいの。 T シャツね。ラーメン食べる今から。いや、あっちがいいね。なんかいつもこっち向いてる時に、こっち向いてる時になんか 横の側面が見えてるのダサくない？こっちの時にこっち向いてたのかっこよくない？わかる？お母さんの髪染めてきてない？渋谷で低く何着かかった。かっこよさ。なんか側面がダサい。何なの？使い勝手とかより。服とかもそうじゃない？多少なんかね、スキニーとかきつかったりさ、なんかあれでもさ、やっぱり着心地も大事じゃない？今日一人。散歩もしてるよ、食べてるか。顔大きいなんて言われたことないね。会った人みんなに、あら、ビー玉みたいって言われる。あの、いつもスミカちゃんいなくなった、嘘だろ。あ、今つけたばっかでライブ。いつも髪の毛乾かすのめんどくさいからタオル巻いとく。カップラーメンが一番痩せるよ。350カロリーしかないんだ。ダイエット、なんか外にいると外食ばっかしちゃうから太るんよ。あ、コーラさんありがとう。ハンバーグ、これ俺の結構好きなカップラーメン、いつも食ってる。チゲ、海鮮チゲ。あ、トコさんありがとう。トコさん、トコさん、アラブの席をトコさんがいないとやってくれない。コーラさん、ハンバーグ。
さんいつもありがとう。コロさんもいつもありがとう。なんか加工が薄いね。濃くしようか。えみちゃんありがとう。どこさんありがとう。ありがとう。サトピありがとう。薄いね、なんか今日なんでこんな薄いんだろう。肌が汚く見える。いや、あれかもしれないね、あのそうそう、なんかあのあれが悪いんだよ、ここライトが。リリちゃんありがとう。このほら、なんか光がね、正面から当たんないとなんか影ができるんよ。ありがとう。そう、上から光が当たってないとなんかね、影ができてね。風呂上がりは、うん、ちょっとゆっくり。あ、みーちゃんありがとう。みーちゃんがいないとやってけない。女優ライトあるよ。あのパイナップルちゃんが使ってるやつ使ってみようか。白髪だらけだよ。白髪すごい。使ってやろうか、パイナップルちゃん。さよちゃんありがとう。白髪なんて入るよ、もうおじさんなんだから。毎日食べてもいいね、正直。買い物できた。あつけおみさんありがとう。いつもありがとう、あつけおみさん。はい、けんちゃんありがとう。元気じゃないよ、誰も遊んでくんないんだ、こんなの。パイナップルちゃんの格好ライトで、ライトあった方が漏れるでしょ。あ、ミピかい。あ、ミピだ。出た出た。お大事に。ミプちゃんがね、今日遊んでくれそうだったんだけど熱出ちゃったんだって、うん、ありがとう。邪魔だわ、うん、全然漏れない、眩しい。ラグい。あ、みっちゃん、みっちゃん、アラブの席をビル・ゲイツソフトは、みっちゃんがいないってやってる。みっちゃんって誰なの？あれじゃない？誰なの、みっちゃんって。まだラグいっすか？たまにラグくなる。あれかな？誰かの隠れアカウントかな？ラグくない。わかめ入れた。なんでそんな風邪ひくの、みんな。なんか化粧水つけすぎたのかな。なんかテカテカするね、顔。
ありがとう。美肌マックス。お風呂出たばっかだからツヤツヤしてる。あ、ゆきんちゃんありがとう。富士さんありがとう。新宿にいるよ。ありがとう。ゆきんさんありがとう。つかせちゃありがとう。で、川崎行かない、行っても誰もいないじゃん。出てこないんだもん、すぐ。あんなにさ、朝さ、川崎に5人ぐらいさ、ね、川崎で遊べるよっていう人いたのに、じゃあ川崎行くね、誰が遊べるのって言ったらさ、なんか、遊べなくなっちゃった。ありがとう、コーラさん。今日の東京暑かったんだ、うん、遊べる人がいないといかない。さやちゃんありがとう、うん、ね、ありがとう。ハンバーグ、コーラさん、ハンバーグが多すぎて、コーラさん家だよ、うん。遊びたい人はシャメちょうだい。ツイッター、もうこれさ、これさ、さくらちゃんにやった、もう毎日2000回ぐらい言ってんのに、もう言わなくてもわかるかな。なんか、あ、遊びたいってもう書かないでさ、もうツイッターにシャメ送ってくればいいのにね。シャメはツイッターに送れないの。ツイッターでシャメの送り方もわかんないの。そんな人いるの。俺おじさんだけどすぐ遅れたよ。おばさんってこと、これ来るの。ガラケー使ってる人が来るってこと。だから覚悟ない人はもう来なくていいからね。もうなんでこんなわかんないんだろうな。もう毎日言ってんのにな。お疲れ様。うん。うん。わかんない。調べてやる。ありがとう。ありがとう。いや、そんな選んでないよ。全然、結構ゆるいよ、ガバガバだよ。うん、節約っていうか、一番の俺のなんかダイエット飯というか、だってさ、ね、朝からさ外に行ったらさ、あのね、チゲ鍋とか食べたりさ、外にいたらいろいろ食べちゃうからさ、服よかった。インスタでもいいよ、別に。インスタも一応あるからね。でもインスタ、みんなが俺のインスタ見つけられないって言うからさ。ね、ツイッターにしてあげてるだけで。いいよ、インスタでも何でもね。ルイージーね、ハサミマークで来てくれるわ。ミキネコさんありがとう。いろんな人の枠行ってる。の焼きよかった。いや、普通に寄れなくてもいいよ。俺だけ寄れてれば、そっちは寄れなくてもいいよ。もう最近はね、本当は寄れたいよ。本当はね、お互いに寄れたいけどさ、もう妥協してどんどん妥協していくよ。ありがとう、みんな。ありがとう、みーちゃん。ありがとう、みーちゃん。みーちゃん、あらばなせきゃ、みーちゃんがいない。みーちゃんって誰なの、あげていい。みっちゃんって誰なの、小窓上げていい。なんかインスタかっこいいかもかな。土曜日は会いたいですよ。いいよ、今日何曜日。
ていうか今日来てくんない？暇なの今日なんだけど。みーちゃんって誰なんだ？気になる。こんばんは。あちらもありがとう。えちゃんこんばんは。今日火曜日遠くね。100% 子持ちやんけ。別に子持ちでもね、悪くはないんだけどさ。てるみがフォローしてくれた。てるみはエリちゃんありがとう。エリちゃんハンバーグ。もう俺が言ってやろうか。ピッちゃん、ピッちゃん俺が言ってやろうか。千葉行ってやろうか、今から。そしたらさ、ね。あのパッとだけ外出てきてさ、パパッと遊んでさ、帰りゃいいやん。ピチャンピチャンシャメだけ、お今から行っていいのかピチャン。足りた。ピチャン小窓上がってきてくんない？小窓ピチャン。うん今から行くか。俺が行ってやるからよ。ささっと遊んでささっと解散するぞ。一日一善だから目標は。いら遊んでない、寝てた。ピチャ、写メ送ってくんない？ピチャ。コマド上がってくるか？絶対に写メもらわないとな、審査しないとな、みんな。いい。ピチャ教えて。上がりたい、レイコ、いいよ、上がってこいよ。で、コーラさん、ありがとうございます、コーラさん。片っ端から駒上がってこいよ。シャメってなんていうのじゃあ普通。ピッチャー捨てやか？怖いねそれ。ミニヌードルじゃないよこれ、普通のサイズで。行くか。誰かシャメ送ってこいよ、シャメ。あんま言われないけど、写メ送ってこいよ。上がりたいっつってんのに上がってこないじゃん誰も。写真付きメールの略だからね別に。ツイッターお願いします。いやあれでもいいよ、インスタでもいいよ。早くコマで上がってきてくんない？上がりたい人は。過去被害控えめに、ね、じゃあなんていうの、写真っていうの、なんていうシャメじゃない。あと今日の朝、コーラさんハンバーグ、コーラさん、あのね、あのどうやってコマド上がるんですか？普通に下のマルチゲストから上がってくるよ。俺が申請送ったから。でね、今日の朝とか、インスタで、全部、いいねをしてくるやついんの。朝からピコン、ピコン、ピコン、ピコンって通知来て、めっちゃうるさくて、そいつブロックしたけどね。俺のインスタの写真全部にいいねつけてくるやついんの。もう俺の寝、なんか睡眠の邪魔だからブロックした。いない？そういうやつたまに。全部にいいねを押してくるやつ、全部の写真に40枚ぐらいビン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 ってうるさっと思ってブロックした。マジムカついた。たまにいるんだよ、いるよな、たまにな。なんで今やねんみたいな。うん、超迷惑と思って。つかみさんありがとう。だからブロックした。ありがとう、つくやみさん。つくやみさん、ありがとう。つくやみさん、結構ダンディーなおじさんなのにさ、まあ、ハートとか送ってくのやめてくんない？つくやみさん。なんか気まずいんだ。なんか、俺のこと好きなのかなと思っちゃうんだけど、つくやみさん。結構ダンディーなおじさんなのに、なんかすんごいキュンキュンしたのばっか送ってくる。なんでよ、だからレイコ上がってこいよ。何回もお前に通知出してんだろ。
ピーちゃんはどこ行ったの？ピーちゃんは結局遊べないのかね。うん。ツイッターに連続、ツイッターは別にそんな、なんか邪魔になんないんだけど、なんかインスタだけすごい通知が邪魔なんだよね。なんでだろうね。コットンさんありがとう。ね、レイコさん、ピサーね、あんだけ言ってたのに。インスタは何でしてますか？ルイージーハサミマークっていうやつでね。でも、あるだよ、別に。インスタは別にただ連絡先として一応上げてるだけで、別に全然あれだよ、使ってないから、マーチありがとう。うん、今ドキッとしたから、うん。ありがとう、ハンバーグ。まあ、本当に好きだったらツイッターからでも何でもさ、うん、ごめんねって言ってくるでしょ。心さんありがとう。心さんありがとう。結局誰も上がってこないじゃん、ほら。困るよね、こういう人。全然。ピッチャー、ここまで上がってきて。もしもし？モティモティ？ピッチャーシャメ、ピッチャーシャメ送ってきたの？何？アキちゃんどうしたの？アキちゃんどうしたの？アキちゃん。結局俺一人じゃないか今日も。みんなプリさんと今。モティモティ。モティモティ。イェイ。イェイ。オウム返しこれ。なんだなんだなんだっけ。あ、コマド間違えちゃった。焦ったじゃないよ。ごめんなさい、間違えましたぐらい喋ってよ。誰も来なくないこれ。ピーちゃん？ピーちゃん？いつ上がってくんのマルチゲストに。しかもそれ捨てアカでしょ？もう一個アカウントあるでしょ？本当のアカウント。普通にマルチゲスト押すだけでしょ？マルチゲスト押すだけでしょ？ピーちゃん。ありがとうね、まあ、ありがとう。あー、多分あれ、なんか TikTok ライトなんじゃない？もしかして。ライトなんじゃない？買い物行った、うん、ライトだ。ダメだ。普通に TikTok のアカウント作ってくんない？難しくないから。多分一生誰のコマドも上がれないよそれ。そう、ライトじゃない方から行きます。あんじゃねえかやっぱりよ。嘘ついてんじゃねえよ。やっぱりあんじゃねえかよ。聞いたじゃん俺。ね、他のアカウントあんじゃないのって。やばいわ。さらーっと嘘つくんだから。な、岐阜やってない。ギャラリーっていう、スポーツショップ行ったけど、あんまりいい服なかったな。ポイント欲しいのよ。マイルドにね。怒ってない。久しぶり。なんだ。久しぶりって。そうそう、ギャラリーってね、なんか、で、なんかみんながかっこいい。ね、なんか、スウェットいいねって言ってたさ。ピッチャー来た。マルチゲスト上がってきて、マルチゲスト。ピッチャーどこにいんのピッチャー。あんまりね、なんか買って。うん、こっちもなんかあれだね。こっちもなんか。あれなんか押した？上がれないね。マルチゲスト押してきてみ？そっちから。上がれない人って何なんだろうね。フォロワーが足んない人なのかね。
高島屋にあるアトモス行けてますよ。アトモスね。うん、できないならしょうがないね。みんなよかったらね、あの、青青青どうした？青2歳だ。いや、誰かと、なんかピッチャー、でもいいよ、ピッチャーはさ、あの、ツイッターかインスタからさ、あの、送ってきてよ。うん、いやいやいやね、100人ぐらいならあれだけど、すぐ増やせるけどさ。新宿のなんかなくなったよね、ギャラリー。初見です。ピチャー、写メ送ってきてよ、写メ。息子が喋りたかったら。いや大丈夫です。ね、ココア？早っ。そう、俺もね、なんかフォロワーなくても上がれる人。仙台、まあ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 、そんなすごい楽しいってわけじゃない。藤江どうした？藤江どうした？藤江どうした？藤江すごいシェアするじゃん。なんかライトかなって言ったらライトじゃないって。ね、あの、写メね、送ってきてね。あれ、なんかゆかりからコラボ申請来たんだけど、ゆかりからのコラボ申請がなくなった。あれ、うん、なんでそんなに毎日したいんですか？逆に毎日したくない人いるの？ソドバイから来た。いや、受けようと思ったらなんかね、申請が取れなくなっちゃった。あれ、ゆかりにもう一回申請してって言って。リクエスト来たのに。あ、タクシー待ってるの？まあ、来ないなら来ないでいいんだけど。なんか今日なんかね、肌が汚く映るって言われるね。なんか ドバイって結構安全な国だから大丈夫なんじゃない？北海道はなぜ札幌なんですか？逆にどこ行くの？札幌以外どこ行くの？北海道って教えて。眉毛薄くなってきた。あ、ゆかりが？どうしたの？いつ来てくれるの？変な人だ。すごい。え？ドバイに。ゆかりなんか、ドバイ語喋ってない？大丈夫？近くに何かドバイ人がいるってこと？あーね、ドバイ、ドバイすごいドバイだったよ、もう 会場は。なんかいっぱい鳩が飛んできたよ。大変だったの、ルイージ君昨日。うん、なんかだからみんなルイージ
人行けって言われてたんだけど。自分の口から言った方がいいのかなと思うんだけど、うん、本当はまだ、うん、本当はまだトーマスと付き合ってる、はい、付き合ってないって。トーマスが本当に付き合ってないって。誰を信じていいのか分からなくて。あ、ノーノーノー、あ、ノー、オッケー。誰を信じていい。そうでしょ、ゆかり京都ドバイの人と。そう、ディナー行くの。誰と、どっちと。ロシア人、ロシア人、ロシア人、ロシア人と。ロシア人ってどんな肌の色してるの。白、白、いいね。女はいいよ。だってルイージ君はね、女の子ね、キララさんとかパイナップルちゃんとかとイチャ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 ばっかりしてるじゃん。気持ちよくなって、取り合いされるの気持ちよくなって。ゆかりこんなとこにほくろあったっけ。セクシーでしょ。できたの。それ何、ストレス。それニキビ。ニキビ、ニキビ、ニキビ、あ、ニキビ。あごひげって言われてる。あごひげじゃない、失礼だな。ニキビ19歳で3歳も3人も子供産んでるの、すごっ。誰が、でも分かんない、なんかゆかりのそれをあごひげって書いた女の子がすごい、アイコン可愛いからちょっと見たら19歳3児のママってやばくない。すごい、すごい、めちゃくちゃすごい、めちゃくちゃすごい。ゆかりがトーマスと付き合ってないって言うんだったら。付き合ってないよ。ドバイから戻ってきたら結婚しよう。結婚？あ、間違えた。あれやろ、 DNA の検査しに行こう。あ、検査？検査しに行こう、間違えちゃう。検査したことあるの？わかんない。検査してみる。うん、楽しいよ。ほんと一緒にしよう。で、それで子供できちゃうの？わかんない。できにくいみたい、私の卵子が。ポージと似合わせってこと？ポージもそこになんかピアス開けてるでしょ。いや、ピアスじゃない。ハロー、自分から言ってるね。あらららららら、タクシーってこと？それドバイの。うん、ドバイのタクシー自分でドア閉めるの。しかも乗用車、普通の乗用車。へえ、まあ、そういうことだよ。あ、危ない、バンになる、バンになる。ハンドルバンになる、ハンドルバンになる、危ないよ。誰にでも、そうなのって、そうでしょ。何年やってるんだよ、TikTok。私これ全然バンなんない、私はね。ドバイに行くとバンにならないのかな。なんかバン祭りだよ日本では。すぐバンになっちゃって。私もだってサブアカだもん、3週間連続バンでしょ、でしょ。だいたいルイージ君がいるとき。ああ、俺のせいか。いや、俺と一緒にいるときバン。ああ、そっか、この間か。だいたいそう、コラボの時に。人工授精は痛いから頑張ってるから報われてほしいな。痛いんだ。なんか体外は取り出すんだよね、卵子を。手術台みたいなところの。やったことあるのそれ。ある。痛かったの？麻酔効いてるから痛くなる。嘘つき、痛くないって言ってるじゃん。でも麻酔なしだったら相当痛いらしいよ。いや、じゃあこの人全身麻酔しないでやったってこと？麻酔でケチったってこと？お金ないの？麻酔した方がいいよ、痛いんだから。いや、あとなんか、ね、昔は卵子を育てるために
打つ、お腹に打つ注射が、針がね、長くて、それが痛い。自己注射。入ってきたらしよう。試そう。なんで嫌なの？試す。え？え？試す。いや、試すだけ試してみる。いや、できない。試すだけじゃん。できたらラッキーやん。本当に高くて。できたらラッキー。だって お金4、5万でしょ？15万ぐらい。割り勘でいい？え？割り勘でいい？割り勘。全部折半でいい？これから。まあね、それ自分であげればいいけど、ね、買ってあげればいいけど、あの、お金ね、なんか絶対にかかるものは全部折半でいい？海外に行かせたいな。海外に行かせたい。かかっちゃう。お金かかっちゃうから。でも、ゆかりのそういうところは、すごい、なんだろう、子供のね、こう、世界を広げてあげれる行動ってすごい素敵だなと思うから、すごい尊敬しちゃう。ね、自分なりに。英語喋れる子がいいな。今日私、ね、バカにされたからやっぱ、なんで英語喋れないのって。バカにされるの？うん。あの世界の共通言語だよ。なんで喋れないのって言われたんだけど。英語で？うん。それすら英語で言われるの？そうそう。あなた、英語、うまく喋れないのって言われて、うんって言ったら、ねえ、喋れないよねって。なんで喋れないのかよくわかんない。しょうがないね。だからね、喋れる方がいいなって思う。まあこれからの子はいいんだろうね、そっちの方がね。で、なんか世界の人ともね、恋愛できるようになったらさ、恋愛がね、何倍も楽しくなるしね。あね、そうそうそう。日本だけだったらさ、ね、そう、すごいね、何十分の1ぐらいしかね、こう、恋愛対象が見れなくなっちゃうけど、ね、英語が喋れるようになったら、もう、その確率が。でも、うん、もうだいぶ広がるからね。ね。でもさ、日本のさ、文化同士でもさ、うまくいかない恋愛がさ、全然違う文化の人と恋愛がうまくいくかっていうのも怖いしね。いやーもう全然、自信ないよね。日本人でもうまくいかないのに、海外の人でうまくいくわけないじゃんって思っちゃうぐらい、自信なくなった。でも、女の子はさ、女の人はさ、愛されるのが幸せだから、ね。それすら乗り越えて愛してくれる人が見つかったらいいよね。そうです。じゃあ。ね、そう。愛してくれない。じゃあ。恋愛はね、こうずーっとできるけど、でも、子供はね、あれだからね、早く作っとかないとあれだから、妥協してくんない？俺でいい？やっぱりね、切り抜き見てるとさ、なんか、今は、キララに夢中とか、そういうのを見てると、なんかね。なんか、そこは別で考えてほしいね。恋愛と子供は。子供は子供。そうなの。なんかね、切り抜きで見ちゃうとね、嫌でも見ちゃうじゃん。わかった。切り抜き職人全員に注意とく。全員ゆかりブロックする。切り抜きが上がっちゃうのはしょうがないけど、ゆかりには見せないように、ゆかりブロックしてって言って。そう。そこしかない。切り抜き上がっちゃうのは、俺も切り抜き見ると楽しいから、ゆかりは全員ブロックしてって、切り抜きの職人さんに言っとく。じゃあもう。いや、エンタメじゃないよ。俺本当にゆかりにね、子供ができたら、すごい本当に自慢の子でしかない。
こんないいお母さんなかなかいないと思う。こう、子供をさ、俺の遺伝子をこうやって世界に連れてってくれたりとかさ、なんかいいね、こう、取り入れてくれてさ、そこら辺のね、そこら辺の女の子と結婚しても、にするより、もっと子供がこう、広い世界を 見せてあげれるから、すごい、俺は尊敬する。ただ、そう言ってもらえると嬉しい。ただ男好きだし、人を騙すけど。もう男好きじゃない。うん。めんどくさい。恋愛は楽しいからね、そこはね。気持ちも感じ。昨日も大変だったんだから。何がだよ、だから、トーマスとだろ？暴露して。だから、暴露ってことはやっぱり合ってんじゃねえか、トーマスに。合ってないって。合ってない。合ってんじゃないですか。ん？なんで トーマスとは子供、なんかそのあれやったんじゃないの？合わなかったの、やっぱり。したんだけど、なんか、どんどん配信するようになって合わなくなってた、性格が。違う、結局その、あの、一緒に子供作るようなあれはやったんじゃないの？した2回。でも合わなかったんだ。私のが難しい。あ、だから合わなかったんだ、結局。そう。できなかったんだ。ダメだ。まあでも、うん、まあ1回だけだけどね。みんな何回もするからね。どんくらい？月に何回ぐらい？毎月1回しかできない。毎月1回。1回しかできない。私はもうあと1年ぐらい。じゃあ毎月やろう？まあ、空いてる日は。いやいや、あの、それは体が持たないかな。パックいつ遊べんだ、パック。パック今日暇か？うん、だから。じゃあ、毎月空いてる日は言って、暇だったら。で、あれなの？毎回15万円かかるの？毎回15万円かかる。これでも保険。頑張ってね、仕事しないといけない。あって、じゃあ、俺も頑張って7万5千円払うわ、半分。できる？うん。うん。よかった、ちょっと。いや、全然高いから、床にも稼いでるし。うん。あの？キンキン。あ、うん。ゆかり、ゆかり。ああ。バッタ。キンキン。それ言う必要ある？タクシーの運転手さんにわざわざ自分の名前言う必要ある？ゆかり。違う。あなた、ゆかりですかって言われて。そんなことないでしょ、ドバイに行ったら。え、あなたゆかりですかって言った。そうでしょ？なんか、マッチングなんだよね、これ。このタクシーって。ああ、確認。で、この人乗車良かったですよって言って、5スターつけたよって言われたんだけど、何一つ喋ってもないんだけど。なんか、楽な客ってことなのかな？ウーバーだからか、確認メイク。あ、そうです。いや、はい、何日に戻ってくんの？18。あった、じゃあ、16から、うなぎ食べて待ってるね。毎日うなぎ。吉野家のうなぎ、3日連チャンで食べて待ってる。もうパンパンにして。あ、それで検査するの？うん。だから、あった時はもう、振って顔してるから。検査からだよ。って顔してるから、あんまりつついちゃダメで破裂しちゃうから、パーってなっちゃうから。パンパンにしますよね。かわいいこと言うね。うん。どこが？どこがって、そんなにね、あの、詰められると思わなかったけど。気をつけて帰ってくるんだよ。うん。あと、シルバーのネックレス欲しいから、今、シルバーの。考えていって。ホワイトゴールドね。金でいい。なんで金にすんだよ。高くなっちゃうだろ。シルバーでいいっつってんだよ。プラティナとか。プラティナとか。ホワイトゴールド。ホワイトゴールドって、あの、
軽かったら安い。軽かったら。あの、ホワイトゴールドでもいいんだけど、この、あの、クープピアスとセットにしてほしいね。同じ色で合わせたいから、ここ。の、ホワイト？シルバーっぽい。なそう、なんか金じゃない。金だとちょっと毎回ごつくなっちゃうから、なんか、シルバーっぽい。ホワイトゴールド。ホワイトゴールド。の、これ、フープと合わせて3つ3点セットで探しといてね。うん。フープがいいかな。探しといて。うん。あ、みんなに言ってる。無事で帰ってこい。あ、なんで？切り方、なんて言ったの？なんて言って切ったの、あいつ。あれ、なんか、パク香織は遊んでくんないのか？新宿の子だろ？うん。あれ、なんか、パク香織は遊んでくんないのか？新宿の子だろ？